9月26日27日にバレンティ感謝祭2020が開催されました。来場者はおよそ3000人。今週もその模様をお送りします。お、なんかもう急にやる気を出した急にもうさっきまで、あーもう疲れだ、もう何時だよみたいなやってましたけど、さあこちらはゼロ戦さんです。ゼロ戦、ゼロ戦さん、これでゼロ戦なんだ、はい。どちらから今日は来ました？名古屋の中川。はい、あ、そうなの、はい、得意なのはこういうエアクリーナー、エアパワーチャンバー。ああね、はい、車種はまあ何でも。そうですね、車種は結構幅広く、まあですね、まあ、国産がメインなんですけど、軽自動車までやってますし、ハイブリッドとか、うん、はい、でも変えられる人もいる、ハイブリッドでも。ハイブリッドもめちゃくちゃ多いです、ね、どうか、ハイブリッドの車これに変えたら何かある？いいこと。ハイブリッドのお客さんは、うん、吸気サウンドとか、うん、そういうのすごくっていうのがあれが好き、あれはあれが好きなんだ、はい、え、さっきのパワーチャンバーもそうなんですけど、はい、こういうあの交換用のフィルターとかですね、はいはいはい、本当はもっと持ってきてたんですけど、はい、今日はもう午前中でたくさん来れたの、はい、みんな何に使うの？結構これもうついてる人いらっしゃるんですよ。ほんで新しく、はい、こういうフィルターを買っていかれる。あ、ほんでいつもより安いんだ、全然。そうです、めちゃくちゃ安いんで、あ、まあ、お客さんも分かってるんで、あ、もうね、はい、洗って使うよりは変えようと。そうです、そうです。でやっぱりゴミとか、やっぱ細かいゴミが中でこう入りますんで、うんうん、やっぱりある程度経ったら新品に変えていただいた方が性能は維持できるんで、そうですよね、はい、それキーホルダー、キーホルダー、はい、エアチャンバーのこれマニアックだな、これこれつけて何が嬉しいんだろうと思うけど700円で売ったやらせんじゃないよ。ありがとうございます。こういうのもマニアック商品ですよね。もうボンネット開けた時にあのオイルのとかでこれ買ってるだけで本人自我満足。ドレスアップパーツですね。ここは大阪から見えた初出店レバンスさん、はい、J クラブさんになりますね。内装パーツやとか。こんにちは、元気ですか？レガンス、レガンス、レガンスさん、ありがとうございます。はい、あ、レガンスポスタープレゼントということでね。これただですか？レガンスポスター。どうぞ。ほんね、はい、わかりました。はい。ちょっと待って。ちょっと待って。持ちきれない。お前ら、お前ら。お前ら、お前ら。お前ら、お前ら。すみません。お前ら、もうドニアほどってもんが。はい。ここは GR8 さん。こんにちは。ございます。さあ、なんかハイエースのパーツ、この辺もそうなの、はい、これ、はい、なん、何これ？アームレストです。あの、純正のコンソールのところに刺すやつです。あ、ここの間に？あ、そうです、そうです、あ、物が落ちていかないようにと、あと非常機です。あ、なるほど。あ、これもハイエースなので何でも使えるんだ。でもハイエースしか多分はまらんす。あの、純正のコンソールに、あ、そうなの、隙間につけるやつ、はい、そうなの、これはアシスト、あ、こういう感じです、こういう感じです。あ、これコンソール、もうハイエースにってことですね。そうです、そうです、うん、これはアシストグリップです。この持つところです。あ、これ金属にするの？デモカーについてるんですよ。あ、ここにか。あ、そうなんだ。あ、いいね、これか、うん、ここにやる気が出るね、なんかね。何のやる気が出るの？何のやる気が出るの？何のやる気が出るの？そうです、そうです。あ、これいい、ね、そこがプラスチックなんで、普通はね、うん、もう重量どんだけでも耐えちゃうんだ、ね、そうですね、そうだよね。俺のあのラングラーのウィンチで引っ張ったろうか。絶対勝ちますね。本当にか。去年も出店していただいてたんですけど、今ちょっとスタッフさん見えないんで、ダンブドーさん、はい、なんかそんなに派手なジムニーじゃないよね。そうですよね。ね、どちらかというとちょっと年配者向けのな感じです、ね、あのアレンジだよね、これ。はい、そんなに物乗せれそうですし。いらっしゃい。来た。来ちゃった。来ちゃった。こっそり見てたんです。来ちゃった。いないほうがよかった。はい。さあ、なんかこれ、どんなのか教えてください。一応これジムニーベースで、はい、ちょっと、まあ、そんなに若い子向けのカスタムじゃないですよね。
落ち着いた感じではありますね。そうですよね。派手さはないですけど。年配者向けって。そう。いやいや、この記事あんまり喜ばないと思いますけどね。あんまりこれ払わないよね。そうそう、クラシックだ。レトロにしてます。ね、だから、はい、ちょっとどうだろう、シルバー向け？シルバー向け。でも乗ってる人多いよね。そうですね。ね、うん、若い人は逆にこれ新鮮ですから、ね。あ、逆に、はい？これを選ぶ人もある。あります。これが可愛いっていう方もいらっしゃる。いや、色絶対いると思う。はい、でこれはディフェンダー風なんです。え、顔見てもらうと。ディフェンダーとは、あのレンジローバーのディフェンダーっていう。ああ、ちょっとモチーフでレンジローバーでリトル D の頭文字取らせて。ちょっとわかりやすい。これは何なんですか。 G63。 ベンツを G クラ。すごい。どこ、顔とかこの辺がどっかで見たことありませんか。これは何のやつをつけたの。これなんか、これはグリルをあの我々でデザインしたやつを交換している。この目はそう純正なの。そうですね、グリルとバンパーとオーバーフェンダーとかが全部うちのパーツ。え、かわいい。めちゃかわいい。いや、ジムニーもさ、ハイエースに負けんぐらい走っていらっしゃるよね、今ね。いや、すごいです。本当すごいですね。よく見ますよ。 本物の G63 持ってる方が一緒に買ってこう横に並べたい。 あのね、客層は違う。そうですね、でもベースはあの同じ車な、ジムニーなんで、こんだけ振り幅あるよっていう。なるほど、はい。ちなみにじゃあこれぐらいにするのにカスタム費用で大体いくらですか。大体プラス80万ぐらい。80万円、はい、こちらだと。こちらも同じぐらい。80万ぐらい、はい。女性はどっちですか。こっち。あ、女性は結構こっち。こっち。なんか客層は違う。そうですね。でもベースはあの、うん、同じ車な、ジムニーなんで、こんだけ振り幅あるよっていう。なるほど、はい。ちなみにじゃあこれぐらいにするのにカスタム費用で大体いくらですか。大体プラス80万ぐらい。80万円、はい。こちらだと。こちらも同じぐらい。80万ぐらい。はい、女性はどっちですか。こっち。あ、女性は結構こっち。はい。なんか私がこういうの乗って、あの旦那さんとか彼氏とかがあのベンツを乗ってほしい。で一緒に並べて乗りたい。夢が広い。俺はね、俺はもうすぐこっち。もうすぐ。もうすぐこっち。もうすぐ。もうちょい、もうあと2年ぐらいじゃこっち。早めに手に。そう早めに。ちょっとアトラクション行ってみましょうか。はい。はい。今日はあのそうです、今からですね、彼を使って、はい、彼を一瞬で痩せさせます。痩せさせる。ありがとうございます。どうも、マジックです。マジックされる。はい、そうです。はい、じゃあ真ん中で。あ、全国ですか。はい、じゃあ主に活動はどこでされてるんですか。基本的にはいろんなところに行ってなんですが、岡山から本日は来ております。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとお手伝いいただいてよろしいですか。はいはいはい。じゃあまず簡単にこうやって混ぜますから、はい、適当にストップとおっしゃってください。はい、ストップ。ありがとうございます。これをですね、皆さんで見て覚えてください、はい、しっかりと見ときましょう。見ときましょう。 OK、 よろしいですか。はい。さあ、見ていただきました。多分どのカードかは分かりません。自由にカードをじゃあ選んでいただいた状態ですね。はい。さあ、ここからでございます。じゃあですね、中ほどに入れていただいてよろしいですか。ま、この辺まではよくあるよね。そうですよね、なんかマジシャンっぽいですよね。はい、中に入れます。はい、はい、こちらです。はい。さあ、今日はバレンティー感謝祭でございます。よくこのまま揉んでやると、ちょっと選んだカードだけ変化が起きます。広げてやると、え、あれ、そうですよ。見えますか。すごい。なんかバレンティという名前が入ってます。オレンジロゴ入っちゃってますよ。覚えていただいたかと。何でした。ハートの10に。いや、ハートの10。なんか反応が違いますね。反応が違う感じがしますね。6あ、6でしたね。よかった、はい。そう、このカード見てやるとこれがハートの6です。すごい。あ、これね、あの飲み屋でやられたことある。そうですよね。じゃあもうこれはありきたりです。あ、ここからやね。まあ、1回ぐらいだったら誰でもできますよ。はい、じゃあもう1回やってみましょう。もう1回。じゃあちょっともう減らしときますから。じゃあもう1回。じゃあもう1回この中から、じゃあまたカードを選んでいただきたいんで、じゃあどなたかに。どうやってやってんだろう。じゃあ違う方に選んでいただきたい。ソウルさんに。じゃあお願いしていいですか。目の前で見てますよ。そうですよね。じゃあ近くでお願いします、うん。混ぜますからまたストップとおっしゃってください。ストップ。早かったですね。じゃあこれをまた皆さんで見て覚えてください。OK? よろしいですか。え、裏青色ですね。青だよ。
はい、いきますよ。揉むと一枚だけ同じようにバレンティのロゴ、ロゴ、あれ、え、嘘でしょ。だってさっきのやつでしょ。覚えたこと何でした。ハートのに、え、だってさっきのやつ。これが綺麗に、すごい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 、バレンティ感謝祭のマジックでした。さあ、行ってみましょうか。この、北九州から。そうですね。3234、こっち 33GTR で、うん、あっち 32GTR、 ちょっと違いますね、雰囲気。これワイドボディ、ワイドボディ、あ、はい、ワイドボディ。ここのオリジナルですか。オリジナルのやるだそうです。なんていうお名前なんですか。福岡から来ました、はい、バレージアクティブ。アクティブか、はい、福岡、はい。得意なのはやっぱこれ GTR とか得意なんですか。 GTR しかやってないです。GTR さん、はい、僕はね、どちらかというところに入れたら向こうの方が好みだね。あ、これですか、はい、こっちの方が もうキャブ、なんと、こっちが色を塗ってますけど、はい、全部カーボン。あ、これボディが、ボディが全部カーボン。そうですね、これ最高だな、ね、このタコ足最高だね。これ車両も、うん、ボディを丸裸にして、エンジンマウントから全部もう全別物ですね。これもワンオフで作りました。もともと GTR なんでターボじゃないですか、はい、でターボを取っちゃって取っ払っちゃって、で輸出用の RB30 ベースにタコ足ワンオフで作って、でこの排気量アップ、そうですね、 3.1 リッターにして、スポーツインジェクションを、これワンオフで削り出しで作りました。これってエンジンかけてもらうことできますか。あ、全然大丈夫ですよ。でちょっと、はい、いいですか。ボンボンやっちゃっていいですか。ちょっと温めてからでもいいし、はい、これすごいよ。どっちかって俺これが好き、これが好き。ありがとうございます。こっちが好き。ロックスローですもんね。高橋すごいですね。めっちゃ綺麗ですね、いやこの高橋。すごい、はい、かっこいい。かっこいい。ですよ、ニーパッパーとかそんなん。これは292です。292。もう言ってる意味わかんないでしょ。これ大好き俺。そんなん大好き。めっちゃ気持ちいいですね。ねえ、はい、これ温まってさ、あれさ、ものすごいよ。なんかこう A3ね、凹凸いますね。はい。はい、はどちらから今日はエントリーですか。今日大阪からです。大阪から、はい、どんなことが得意な会社ですか。まず置いてあるのがちょっとプチプチで見にくいんですけどお客さん買いづらいよ。そう、これ知ってる人しか出さないんですけど、ね、何かと言いますと、はい、ボディ、車のボディって実はちょっと揺れるんです、うん、その揺れを抑えてあげようっていう商品です。揺れを抑えて、だから体幹を鍛えましょうみたいな感じですね。人で言うと、非常に分かりづらい。分かりづらいです。車は入れないように。そんなようなパーツを売ってましたよね、向こうでね。向こうにも多分あると思う。去年向こうで出店していただいてます、はい、で固めすぎるのも良くないんですけど、はいはい、ある程度なんだろう、しなるように普通の鉄で作ってますっていうのが、このちょっと見にくい商品です。見にくい商品です。なるほど。あとはフォグランプない車にフォグランプつけれますよキットとか、まあ、車種限定されるんですけど、あ、これレンズはバレンティさん、はい、うちのレンズ使っていただいてます。ありがとうございます。よくスポーツカーでなんかよくわかんないメーターついてるのあるじゃないですか。あれメーターつけれますよっていう、そういうのが、それをね、はい、ダイヤがありまして。プローバさん、ね、オノスバルのチューニングメーカー。あ、プローバさん、はい、こんにちは。こんにちは。この会社はどんな方。はい、どうもどうも、はい、ありがとうございます。はい、視聴者プレゼント去年も来たら、あ、去年も出演していただきました。スバルの車をメインに扱ってる、はい、スバルさんパーツですね、はい、まあ、サスペンションですとか ECU ですとか、うん、まあ、マフラーですとか、まあ、こういうインテリアのステアリング
で、あとはバレンティさんと共同で作ってもらってるウィンカーミラーですとか、まあ、そういったものを扱っております。ウィンカーミラー、はい、なるほど。まあ、スバルが多いんですか？そうですね、スバルの車種を専門にやってますので。スバルなんでラリーとかこういう感じ？そうですね、ラリーですとか最近ですとスーパー GT ですとか BRZ が走ってますので。あ、思い出した、これあのこれあのはい、あのタップに付けてるね、やったよね去年。どっちかってタイプです。ありがとうございます。ちょっとマニアックなねパーツですよね、ちょっとですね。こちらがね、ヒューズ、ヒューズの会社、はい、そうですね、アイスヒューズって言います。はじめまして、こんにちは。純正のヒューズとどう違うんですか？ですね、はい、ご質問ありがとうございます。あ、ね、はい、そこですよね、はい、みんな例えば20とか30とかさ、10とか15って書いてあるやつを、ね、切れたら変える、こう、はい、こうプチって取れたらこう変えるだけど、それとは、まあ、どこがどう違うんですか？根本的にその、はい、性能を良くするためにっていうので考えて、はいはい、でまあ、これなんでアイスかっていうと、液体窒素を使ってマイナス196度、あの一回冷やします、はい、でそれによってその金属 の, その電気の流れを良くしますっていうので、はい、あのちょっとだいぶマニアックなんですけども、はいはい、あの変わっているんですよ。決めた190度でやると何がいいんですか？純正とどう違う？あのこのヒューズ自体 の, この金属が電気が流れやすく、そこで変化、科学のなんか授業みたいな感じになっちゃうんです。純正よりは電気が流れやすい流れやすいで、かといってこれ勘違いしちゃうんですよ。ヒューズって切れない方がいいのっていうと、はい、ヒューズは切れないとダメなんですね。そうなんです、そうなんです。切れることに意味がある、意味があるっていう、そうですね、はい、分かってますか？あ、ありがとうございます、はい、切れないヒューズ、長持ちするヒューズとかダメ。そうですね、こちらは渡辺さん、シムスさん、はい、あの群馬県太田市から来ました。あ、群馬県から、はいはい、シムスレーシングと申します、はい。あのボディダンパーといいまして、要は車に入ってくる、まあ、入力を減衰させてあげると、まあまあ、簡単に言うとまあ乗り心地も良くなって。これどこに通じるやつですか？これはあの車に寄ってあのつく場所ってまあ決まった場所 で, うでどこにつくんだろう。これフレームにつけられるんですね。フレームにつけたりとか、車によってあの最適なポイントにつける、はいはいはい、ここでようやくこれの登場なんですよ。でこれがあ去年、そう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 、去年も参加させて。ここ皆さん去年からいるんですよ。常連さんだ。覚えてらっしゃいますか？常連さん。なんでやったじゃないですか。テレビのでやったじゃん。毎年恒例の、毎年恒例の。で、それで車に入ってくるこういう入力がビーンっていう振動がこの辺りのボディナンバーをつけるとちょっとだいぶこう減衰されて。あのビーンっていうのがあの収まりが早くなると、はい、というのでちゃんと車が地面に設置して、まあ、乗り心地も良くなるし、あのどんな車にもつくの？つけれる、うちの車種はやってるのは、はい、あのスバル、あの他のメーカーさんは他のところから出されて、あのこのコックスボディダンパーっていうところで、これ駐車禁止？これはこれはあのボディ補強をしたような補強した状態のサンプルですね。はい、はい、まあ、各種そういったあの乗り心地良くなったりとか、ちょっとエンジンパワー上げたいとか。これ一般の方でもつける方も、はい、レースやってなくても、もちろん、はい、これはあの一般のかなりマニアックなもんですね。マニアックなもんですね。かなりこれをもうあのなんていうの、どうだろうな、何にもノーマルなんだけどもこれやる人いる。はい、今そのドドモン、逆にドノーマルのが分かりやすい、分かりやすいですね。あのその変化がやっぱカリカリ抽出するやつよりは。次で、次ゼロスポーツさん、はい、ゼロスポーツさん、はい、こんにちは。もう去年も見えてた。去年は見えてない、来てない、今年初めてですか？はい、初出展。どちらから？あ、地元で、はい、地元です。どうも、はい、ありがとうございます。そうですか、地元で薬師流も見れば見れますね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ゼロスポーツさん、なんとかオリジナルのオイルとか出してるんですか？そうです、オイルですね、今、まあ、長年ロングランでやってますのが、このチタニウムシリーズっていう、まあ、エンジンオイルとターボとかそういうのやつですか？そうですね、そうですね。もう5でも10ワット40なんだ。10の50、10の40、はい、この辺が、まあ、ハイパワーターボ車両、あとはこの辺がエステライズシリーズが新しく2.5 ワット30、はい、あとはこっちが5ワット50、5ワット50、非常にレンジ幅長い、これが一番新しいエンジンなんですけど、
来週もバレンティ感謝祭2020の模様をお送りします。